そしたら、なんかわからないんですけど、私たちも泣き始めて、ね、もうなんかみんなカメラ持ちながら、やばい、なに高級エピソードの前に、ね、それ紹介しのタンプレ紹介。タンプレ紹介しまーす。一つ目。一つ取ります。この、かわいいハートのピンでございます。かわいい。かわいい。見えてるかな？ちょっとちっちゃいから。うん。はい、こちらです。あ、ズームしてもらった。そして、で次に、上から行くわ。上から行く。こちらの服でーす。はーい。じゃじゃーん。めちゃめちゃラブヨーセルフみたい。そう、これマジでラブヨーセルフみたいよね。うん、ラブヨーセルフを思い出す、かわいらしい服でございまーす。ありがとう。めっちゃかわいい。グッドです。かわいい。グッドです。グッドです。グッドです。え？私じゃない？3個目と4個目。カバン。はい、どうしてますとりあえず。カバンと、はい、黄色いカバンと、かわいい。一押しです。リオリの一押しです。黒いウサギでーす。かわいい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 。愛してあげて、いっぱい。最後はここに。ガチでかわいいの、皆さん。かわいい。これ本当にかわいい。これめっちゃかわいいもんね。ただの靴だと見えるじゃないですか。じゃないんです。なんとこれ。キティちゃんなの。かわいい。キティちゃんなの。キティちゃんなの。で、これミヒがなんか見て、これ超かわいくないって前に言ったんやけど、そしたら、なんか出てきました。え、私じゃないよ。大丈夫。そう。リマに、絶対に着ていきなよって、昨日約束の動画まで撮ったし、うん、そうそう、今日もらったプレゼントを全身身にまとって言ってね、そうって言ってますって言って、ね、リオに公約動画も撮ってもらって、そして、ちゃんと着てきましたよ、全身しました。え、私じゃないよ。そう、昨日のね、その誕生日の裏エピソードがありましてですね、本当になんか、ミーヒの誕生日の瞬間をずっとみんなで待ち構えて、うん、まあ、いざミーヒの誕生日にやりました、はい、ミーヒにプレゼント渡します。で、なんかミーヒが嬉しくて泣いちゃったんですよ。で、そしたら、なんかわからないんですけど、私たちも泣き始めて、ね、もうなんかみんなカメラ持ちながら、やばい、なにミーヒのおめでとう、本当にって、だから、なんかみんなで大号泣したっていうぐらいエピソードが。そうなんですね。すごく、めちゃくちゃミーヒちゃん喜んでました。本当に嬉しかったね。すごく泣いて、ミーヒちゃんがね、私たちもそれに釣られて大号泣。ね、なんかすごく、あったかいね。嬉しかった。リアたちが嬉しかった。そんなに喜んでくれて。しかもなんかさ、リクもさ、なんか、なんでリクだけ涙出てくるんやろうと思ったら、周りみんな泣いてるの。全員泣いてんの。全員泣いてたから、なんか分からない。こっちがびっくりしたわ。それはね、ほんと大号泣だった。なんか、本当にお母さん気分やった、ね。そう。なんか、ほんとにお母さんの気分だったね。こんなにも喜んでくれる、うん、だったら、うん、もう、何もしてあげるっていう気持ちになっちゃって、なんか急に、ね、ここすっごい大号泣したの。ね。